よいしょ。皆さんこんにちは、始まりましたテキリアンショールーム、よろしくお願いします。やっちんちゃん総監督お伝え貴様です。こんにちは、皆さんこんにちは。この枠13時までの配信になりますので、よろしくお願いします。やっちんちゃん総監督、たくちゃん、まるこるちゃん、こんにちは。こんにちは、ありがとう。現在イベント参戦中なので、押しないカウントギフトとポイントご協力もよろしくお願いいたします。メイクをしていこうかなと思います。 YouTube ライブがあるのでね。パンチュちゃん、プーさんも、ヒロくんも、ちたき様です。パンシュちゃんもキラキラありがとう、キラ100ありがとうございます。うん、パンチュちゃんもキラキラありがとう。してあ、キスマークギフトもありがとう。キャザビさんもちたき様です。テネちゃんもありがとう。皆さんありがとうございます。今日はなんか暖かいのかな、どうなんだろうね。晴れてはいる。あまきちゃんも100キラありがとう。ニコンツタキ様、ガチャもこんにちは。ぜひ皆さんね、本日夜の20時からね、ゆりあちゃんの YouTube、 皆さん YouTube チャンネル登録してます？ゆりあちゃんの、そういえば、ニくん100キラありがとう。あ、余裕でしてる、よかったよかった。 YouTube ライブあるのでぜひ見てください。こう見えてしてるんだ、意外。私ニくんしてないと思った、嬉しい。100キラありがとう。ニくん、ともあきさんこんにちは。してないと思ってた。ニくん、ガチャしてくれてんだ、ありがとう。ポコちゃんこんにちは。キョンさんもつたき様です。他の方はしてくれてる方いらっしゃるのかな。してくれると嬉しいです。チャンネル登録、 YouTube、 グワポちゃんもこんにちは。新しい髪の毛、昨日髪の毛美容室行ってからメイクするの初だね。昨日ね、すっぴん、ほぼすっぴんで行ったので、美容室に、美容室にすっぴんで行くとかありなんかな。だからまあさ、なんか慣れた美容室だからさ。でも昨日はね、初の美容室に行ったのよ。いや、予定外だったのね。私の予約ミス、予約するの忘れててさ、最悪みたいな。慣れてるとこだからさ、すっぴんでいいかなと思ってすっぴん行ったらさ、予約するの忘れてたっていうね。自分から足を買うルーム配信の配信者 SNS もちゃんとフォローして、いやさすがじゃん。みやちゃんもニー君の SNSX 見てるしな。鈴木裕二さんこんにちは。グリーンメルちゃんもこんにちは。最悪ですよ。昨日は予定外だから初めての場所にすっぴんで行くっていうね。まあ、マスクしてたからいいけど、まだ昨日はずっとマスクしてた。乾燥がね、喉に、乾燥が喉に悪いっていうの。最近はずっとマスクしてるから、なんかマスクあれしないかさ、不安なんだよね。今んところマスクあれしてないんだけども。うん、ネオフィーちゃん、キスマックギフトありがとう。今んところはマスクあれなしって感じ。来月の小札のための飛行機で予約して、早っ。
早っ。16日、ラッキーちゃん100キラ、ゴリテツさんこんにちは絶対クキママ優しい、ありがとう。大阪から、ニャーフィーちゃんありがとう、ラブレターギフトありがとうございます。ラッキーちゃんつたき様、コマラちゃんもつたき様、100キラありがとうございます。とりあえず土台完成。雑巾さんこんにちは。このメイクキープミストさ、キメが粗いんだよね。だから上から、結構上からかける。で顔を乾かします。かかしちゃんこんにちは、おはよう。流れ星ギュッとありがとうございます。時短、コーティングしてます今顔を。オッケー、オッケー。したら土台完成。したらメイクしていくんですけど、今日はどういうメイクしていこうかしら。アフロちゃんこんばんは。ちょっとベージュっぽいメイク、ベージュ、暗めのベージュっぽい感じでいきたいな。ということでここのカラーを使います。全体に。ジポちゃん、アフロさん、モーコンちゃん、ブルーちゃんこんにちは。皆さんこんにちは。結構発色いいね。ベースカラーの割にめっちゃ発色いいわこれ。このさパレットさ、結構前に買ったんだけどさ、使わないカラーありすぎて困るよね。でもこのパレットのいいところは全部マットカラーでキラキラ一切なし、すごいよな。今時キラキラがないパレットなんて需要なさそうだけど、こうやって需要が私にはある。トンピマちゃん、つたき様です。キスギフトありがとう。電脳さんもつたき様です。偏っちゃうよね。クリオのパレット、最近クリオのパレットあんまり話題にならないね。新作出てないのかな。そろそろ目変わりが始まるわ。9点。そういちさんこんにちは。のんぴーまんちゃんもラブレターギフトありがとう。よじちゃんだるまありがとうございます。
全体的にベースカラーは全体的に塗ります。上も下も。私はね、そしたら次ベースより濃いカラーを塗る。このし、ここの、この下のカラー塗ろうかな。一個ずらしのここにします。やっぱりでんでんちゃん誰もありがとう。主事情ちゃんこんにちは。流れ星もありがとう。でんでんちゃん、そかとかハートありがとう。ブロンジュニアさん、れのちゃん、しおじいちゃんもこんにちは。100キラとだるまありがとう。皆さんこんにちは。みらちゃんの目はね、なんか薄い茶色とかつけても結局自分がさ色黒やからさ全然発色しないんだよね。だからちゃんとパキッとした色味のあるアイシャドウじゃないと、うん、全然発色しない。二重で埋もれちゃうから結局、だからすごい幅を広めに塗ってます。いつもカサブランカちゃん、ポコヌン、うどもちちゃんもお伝き様です。こんにちは。うん、ここぬん来すぎた、ありがとう。目の下にもちょっと塗ります。半分ぐらい、半分じゃない、3分の1ぐらい私は塗っちゃいます。今日カラコン青にしようかなと思ったんだけど普通にグレーにしちゃった、忘れてた。まあいいんですけどね、可愛いから。誰かにメイクされるときはこうやって上向いたりできるけど、自分でメイクするときはさ上向いたら何も見えなくなっちゃうダークめな。ちょっと同じブラシでやっちゃうんですけど、もう一個のダークっぽいカラーを付け足しましたね。ハッシーさん、リーダーさん、お伝え様です。みんちゃん、かわち、ミルクテイちゃんもこんにちは、ありがとうございます。今日髪の毛に合わせたメイクをしようかな。ジュンくん、こんにちは、おはよう。ミルクテイちゃん、キラキラありがとう。みんちゃんラブレターありがとう。
なんかすごい、なんかすごいレベルアップしてる、レベルじゃないファン、すごい盛り上がり度数がバグってるね今日。どうしたんだろう。みんちゃんも気づきよっとありがとう。一気に2617だって。バグかな。じゅんくん流れ星キラキラ、キスギュッともありがとう。何が起きてんだろう。アイシャドウ OK で、アイシャドウにキラキラ入れたいから、細かいキラキラが。少しやっほー、こんにちは。なんかこの もうひろくんもハートありがとう、コピーちゃんもハートありがとう、みんなありがとう。まだアイラインは描いてません。涙袋のメイクってむずい。ギリギリミヤちゃんさんもこんにちは。タクちゃんも来すぎよとありがとう。ちょっとなんかもうみんちゃんもキスギフトありがとう。もうちょっとなんかシルバー目のラメが欲しいところ。いいよ、私はシルバー目のラメのものを持ってないので。コシもキスギュッとありがとう。あ、この中にありそう。おはちこんにちは。ありました。早起きで眠いとお休み、お休み、びっくりした。ラメっていうか、ダメじゃないわこれ。でもまあまあまあ、ちょっとシルバー目のやつがあったので、よかったです。おはち、キスギフトありがとう。Thank you.
よし。メイク中です。今日はちょっとダークめな何だこれ白。私こんなアイライン買った覚えないんですけど、白、めっちゃ白いアイラインがあるんだけど、まあいいか、いつかなんかポイント使いで使える。今日はちょっとシュッていう感じの、上目の感じでやりたい、上の目の感じ。むずいな。よっ。左右対称にするのはね、本当にむずい。目の形が非対称だからさ、左右対称なのむずいよな。これでしょ。うん、むずい、むずむずメイク。
と修正入れて、もう弾けとんな、取れちゃった、これ後で修変えないと。ついに限界が来たか。よし。いい感じ。終わりではないんだけど、なおなちゃんこんにちは、きすぎるとありがとう、かつとしちゃんもこんにちは、グフさんも、みつばちゃんもありがとう、ていちゃんもこんにちは、みんなありがとう。なんか盛り上がり度が異常に高いのはなぜなぜなんだろう。ね、タワーとか立ってるわけでもないのに盛り上がり度がすごい高い。ブーストかかってんのかな。おららっこさんこんにちは、みんなこんにちは。今ねメイクしてたんでね、カオさん、つたき様です、こんにちは。1233カサゴちゃんもこんにちは、IQリアオシありがとう。
キャノちゃん、つたき様です。こんにちは、みんなこんにちは。毎日念入りにメイクしてすごいありがとう。昨日はすっぴんだったけど、ステンマルクちゃん、ありがとう。こんにちは、つたき様です。なおなんちゃんもラブレターギフトありがとう。みんなありがとうございます。よし。イベントこのまま逃げ切れるのかな。いやいや、わかんないですよ。最終日が怖いですからね。逃げ切れないと思いますよ。何が起こるかわかんないですからね、ガチイベっていうものは。だからこそたくさんのポイントが必要なんですよ。よいしょ、マスカラを。電話で届け、123って。おしきりブラックちゃん、おはよう。そうだよ、甘くない人生はね、そんな甘くないんですよ。滝さん作曲するってこと？いや、作曲するっていうか
自分の持ち曲をテーマソングにするって形ですかね。今4曲あるんですよ。オタッキーズは今4曲曲があって、でもそれをねやっぱりどう広めるかっていうのを、やっぱり今 YouTube ライブとか月1でやってますけど、それだけじゃねやっぱり活動範囲的に狭いので、こうやってイベントで勝ち取ってオタッキーズの曲もたくさんの方に知ってもらえたら嬉しいなという形で、ジラフちゃん、つたき様です、こんにちは。ベアンちゃんもこんにちは。エリピョンちゃん、つたき様です、こんにちは。ジラフちゃんもハートありがとうございます。いいね。メイク完成。前髪が気になってしょうがない。メイクは完成したけど、つけてたつもりなのにもう消えてた。まるちゃん100キラありがとうございます、こんにちは。水崎さんこんにちは、ありがとうございます。
ジャスラックって何なんだ。未登録で権利等が発生しないオリジナルの逆楽曲。まあでも完全オリジナル楽曲ですからね、4曲は。まあ乙女模様は違う人がの権、違う多分事務所の権利があると思うんですけど、一緒と一緒と恋は高速通信と今回新曲で出た I love you とあのチェキは完全まるまるオリジナル楽曲なんで、オタッキーズの多分大丈夫だと思いますよ。ね。よっ。お天気関係の作曲、いやいいでしょ、お天気関係のわざわざ作んなくても。今ある曲を広めないといけないので、また新曲作ったらね。結構私あのチェキ好きなんですけどね。で髪の毛サラサラなんだよな、昨日美容室行ったからか、なんかよくわかんない、すげえなんかトリートメントしてもらったんだけどさ、昨日なんかよくわかんない、すげえね浸透力が早いので、なんかつけたらすぐ流しますとか言って、あ、そう秒で流してて、ほんとつけてほんと10秒も経たないぐらいで流してて、そんなんでいいんだみたいに。おかげなのかわからないですが、髪の毛がすごくサラサラです。今日どう？前髪気になるな、マジで。前髪が気になる。ここのチョロ毛をちょっと出そうかな。前髪が超と気になる、マジで。
今日の YouTube ライブお外からの配信、いやお外からじゃないよ、ガルベストンだから室内ですよ。前回もストンは冬の時かな、冬ソングの時にお邪魔させていただいたんじゃないかなって。うん、よし、まあいいでしょう。水太郎さんこんにちは。ヘアオイル。あのチャキ好きすぎて泣いた。なんで？咳はね収まってきてるからな。うん。咳はねいい感じに収まってます。毛先にオイルをつけてくださいって昨日言われたんで、毛先らへんにオイルをつけて、で前髪もねちょっとつけちゃおう。タバカン出そうかな。よし、こういいじゃん、いい感じ。どう？いい感じだね。これやだ、一旦これつけて、いい、オートマーティック、そばにいるだけで。もうちょっと濃いめの色のがいいのかな。よし、できた、完成。まあまあまあいいでしょう。髪切っちゃったけど前髪も整えたんでいい感じになったんじゃないかな。うん、
原くんさんこんにちは。私もガチ当たらなかったね。ガチ当たんなかったね。概にね。あゆのファンの人が2人当ててたな。強運だったんだ多分。欲を出しすぎると当たんないんだよね。欲の塊だと当たんないんだよね。やっぱりね。割と引き強かったから当たると思ったんですけど。マジか。その時だけ気弱だったんだね、じゃあ。もう石炭の薬なくなったんだっけ。クロミちゃんの時も黒ひげ当たったし。黒ひげ危機一発ね、当たったもんね。おめでとう。缶バッジがもらえるやつね。よいしょ。ちょっと待ってね。なんで治んないんだろうね、こんなに。今の風邪って治りづらいって、なんか美容師さんも風邪ひいてたっぽくて、喉の今の風邪って治りにくいですよねって言ってて、やっぱそうなんだと思って。ねえ、元の声取り戻したいけど結構時間かかりそう。まだまだ。なんとか、なんと残り3分でございます、この枠。なんかすごい今日盛り上がり度がすごい上がりますね。なんかあったんかな。だってタワーも立ってないのに3265盛り上がり度数もある。どうしたんだろう、バグってんのかな。タワー立つのも、タワー立っても2000いく、3000いかないぐらいとか2000いくぐらいなのにね。2000いかないかぐらいとかなのに今日どうしたんだ。なんか盛り上がってんのかね。ありがたいことですけども、ありがとうございます。お、アルパカちゃん400回目訪問ありがとう。バンシちゃんもおつたき様です。まあ盛り上がり度数が何に関係するのか、ゆりあちゃんいまいちよく分かってないんですけど、この盛り上がり度数。
皆さんこの枠もありがとうございます。誕生発表していきたいと思います。13位からみつばちゃんありがとうございます。12位ポコノンありがとうございます。11位バンチョちゃんありがとうございます。10位ヤコウシありがとうございます。9位ソウ監督ありがとうございます。8位デンデンちゃんありがとうございます。7位コーピーちゃんありがとうございます。6位ナオナオちゃんありがとうございます。5位ドンピーマンちゃんありがとうございます。4位タクちゃんありがとうございます。3位ジュン君ありがとうございます。2位ミンちゃんありがとうございます。そして1位がトコ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 ちゃーん、ネワフィーちゃんありがとうございます。みんなありがとう。誕生日皆さん、アリーナ席の皆さん、お外から応援してくださった皆さんありがとうございます。お、ラブレターギフトもありがとうございます。ではまた次夜の配信でお会いしましょう。そして本日ね20時から YouTube ライブ、 YouTube ね生放送ありますんで、よかったら YouTube の生放送見に来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。お伝え様でした。ありがとう。はい、こんばんは。まだ現地にいましたよ。やっちんちゃん、速監督、メンピ族ちゃん、デンデンちゃん、タクちゃん、こんばんは。デンちゃん、くすまってギフトありがとう。モンケンちゃん、デンデン、あ、デンデンちゃん、ギフトありがとう。タッチ、ナマケモノちゃんか、マシャさん、アイスありがとう。速監督もハートありがとう。レトルトの食品とか、ちゃんとなんかもっこちゃんもありがとう。しょうさん、ゴリテツちゃん、ナマケモノさん、おいしいもの食べてますよ、今ナウでナウで食べてます。しおじいちゃん、こんにちは。リフティングありがとう。楽しそうで何より。暗いよね、なんか雰囲気が暗くなるんだって、夜になる。あみゅちゃん、リフティングありがとう。ちゃんと使える。今日も YouTube ライブありがとうございました。アーチレインボースターありがとう。皆さんありがとうございます。モメンピンソクちゃんもありがとう。ちょあえようってエビハート、こしやほーこんばんは。いや、鳴らした、この間鳴らしたの。まあここで配信が終わるかは分かんないんですけどもみんな静かになるんで。あみゅちゃんもライブお疲れ様でした。ありがとうございました。ライブどうでしたか。どんな感じ。ちょっと声が出なかったんで、みんなに聞こえてんのかなと思って、ゆりあちゃんの声、ハスキーボイスが、ちょっとそこが一番ね大変かなと思ったんですけど。ポロタンちゃん、こんばんは。暗いでしょ。タワーが立ったら明るくなるかもしれないとか言ってみる。もうお肉も食べて、パスタも食べて、お茶も飲んで、お腹いっぱいです。夢もいっぱい、夢もいっぱい、お腹もいっぱい、心もいっぱい、幸せいっぱいでございます。
った。そんなスタルエニアのヘルス。もう自分は1月ですね。1月ですね。プロデュースだって。わ、なんかトマトジュース。じゃあトマトジュース。聞こえてた。ちゃんと聞こえてたって声。よかった。これめちゃくちゃうまいっす。何？いちご？いちごジュース。めっちゃうまいっす。いちご。いちご。あ、ミルク入れたやん。いちごミルク。ドラーメンありがとう。ワールドさん、ワールドさん入り嫁の前に呼び名で呼ばれてメイメイ、目の前にワールドさんいますよ。ワールドさんって言われてる。コメントで、これ、これショールームダウンロードしたんですよ。あ、本当だ。押し投げてください。どうやる？下の左下らへんないですか、投げるやつ。あ、これ、はい、これを連打する。何回タワー投げたに騙されたか。騙されてくださいよ、まだまだいっぱいこと。だって喜ぶよ、騙されてないよ。ユリアちゃん喜ぶもん。タワー投げられたらでも喜びますよ、私は激しく。うん、ハラペーニョうまっ。ハラペーニョかけたらうまい。ハラペーニョうまい、めっちゃ美味しかった。うん、難しすぎて分かんない。何がログインがなぜかな。ログインしないんじゃないですか。登録してないんじゃないですか。あ、そうかも。登録しないと。課金しちゃおう。課金しちゃおう。送る手紙で。別に課で。コメントでいいですね。いや別に、ね、名前と住所。ワインとか飲んでないです。わかるんですよ、個人情報全部。あ、プロフィールに入ってる。私はみーちゃんしかわかんない。他の人はわかんない。飲みたいけど喉のためにあの保留です。喉のためにちょっと保留してるんで。偉いでしょう、頑張ってるでしょ。なのでなんかご褒美ください。ご褒美ください。それみんな見てマネージャーはなぜか違う人の配信を見てます。私は配信してるけど違う人の配信を見てます。はい、非協力的な。それもだって個人の人今仕事変えだから非協力的な。トランコちゃんこんばんは。申し訳ないけど見ない。いいんです、見られなくて。でも仕事、小田さんはほらちゃんとそういうのも仕事に生かしてるから見るのも仕事のうちやん。女性打てるけど全然仕事じゃないですよね。ただの趣味じゃない。ただ推しの応援じゃん。だって今、俺仕事外だからって普通に言ってたじゃん。もうあれがボロですね。
ちいきちいっすね。風呂あれでしょ、お風呂ない、あれ大丈夫、あれ俺です。めちゃくちゃ気づかない。今日は生誕ライブの打ち上げをやってなかったから、生誕ライブの打ち上げもカルベストンさんにやらせてもらってるっていう形です。コヌちゃん、つたき様、あとロテが曇んない、そうだね、今日も YouTube ライブ頑張ってたからな、まあ、頑張りましたね。優しい、ハチタワーありがとう。ハチからタワーいただいちゃったよ。それはちょっとあのやりたくてやらないよ。ありがとう、猫ちゃんタワーありがとう、まあ、嬉しい。一応でも入るってなれば飛ばざるを得ない。それでもこっちは決めたらないから、まだまだですからね。0時まで配信できますから。物による、そのなんだっけ、あの温泉層は今のところサウナは入らないようにしてるから大丈夫。だから多分入るってなったらちょっと撮影も考えないね。え、キリミニリミヤちゃんも千崎様です、こんばんは。まあ、サウナは行ってないけど、俺の自分の持ち出しなんで、うん、壊れたら自分で。皆さん、お疲れ様です。 YouTube ライブ見てない方アーカイブ残ってるのでぜひ見てください。チャンネル登録してない方いました、チャンネル登録お願いします。キヨンちゃん、お疲れ様。これかわいい、これかわいいよね。もう一個あるよね、もう一個、もう一個あるよね。もう一個あるんです、もう一個ありますもんね。あとそういう雨降ったりとかは除湿しないといけないから。拓蔵さん、こんばんは。皆さん、こんばんは。でもそのおかげで、うちのトイレが閉まった。わかんない。トイレだよ。でも自分がさ、担当してるタレントさんがさ、配信とかさ、配信とかさ、一応仕事してるんだから見守らなきゃいけないと思いません、マネージャーさんの責任として。だからあんなね、吐き捨てた言葉言わない方がいいですよ。責任感がないと思います。正直そうだって今はあれですか、じゃないですか、だって、まあ、そうですね、そうですよね、お菓子に尻かけみたいなのかな、そうそう、まさに正論、まあ、そんなことは言ったらまたなんか逆ギレ逆上しそうなんで言いません。これはでもここだけの話。エリピョンちゃん、つたき様です、こんばんは。本当はよくない、そう、監督任せた。もう一個ありますよ、もう一個。もう一個なんかパンダだったか犬だったかクマだったかパンダだったかゾウだったかありますね。カメラ自体は、まあ、本当は良くないけど、まあ、昔と違って昔はテープだった、テープだった。めっちゃ綺麗に食べるじゃない、そぎ、そいで。えらい、ナオトザワールドさん、ナオトザワールドさんね、ナオトザワールドさんのシュウマイめちゃめちゃみんなに好評ですから、ね、ありがとうございます。本当にナオトクッキングみたいな、ナオトクッキングチャンネルみたいんだけど、そう、あー YouTube、まあ、過去一ダサい言うくせに、ね、過去一ダサいからこそ、それ出せばもう過去一は出ないんです。動画生産できます。あれね、ロートクッキング見たい。こだわりすぎてる。ああ、まあ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 。でも、まあ、そこらもしてるんじゃない。全然。嫁修行、花嫁修行。多分あそこでできる。家が荒れると思う。あ、まあ。だそう、山、どこにでも行って。山倉コーヒーで。うちでも、うちでも。花嫁修行ということで。だったら、ジャルマク入る。私の夢は結構。お嫁さんになることも一個の夢なんで。閉まんないのは、じゃあスペースちょっと作っといた方がいい。最初はじゃあ、修行だ。そう、花嫁修行でシューマイ作りをやろうかなって。
何でも何でもいけるじゃないですか。機材でもファイル。まあ大体なんで。肉じゃがとか。もうすぐなの。肉じゃが。肉じゃが。まあカレー。なんだっけこの曲かな。ジンかな。あ、だからジンとかでなかったでしたっけ。絵画ドラマとかそっち系でもありそうな。あ、そうだジンか。ね、みなかた先生じゃない。みなかた先生、ペニシリンだっけ。これが選曲で出てくるの、白い。具材がシャキシャキで美味しかったらしいです。あ、ありがとうございます。くわいですね。シャキシャキ。シューマイって作るの難しいんですか。いや、でも俺そんなに好きじゃない。いや、餃子より簡単だと思います。握るのは、握るのは簡単。そうなんですね。あ、まあ、普通に、あそこのデスクに、もうパソコンあるので、あと画面が2つぐらい。そんなに。握るのがむずいらしいです。蒸し器が必要です。じゃあ今なんかたこ焼き器でできますよね。そうそうそう、家建てましょう。シューマイなんか握らないシューマイみたいな。焼きシューマイ。そう、たこ焼き器の丸の形を利用してシューマイ作るみたいな。そう、家建てましょう。建築会社作ったことあるけど、シュウマイの皮をかぶった餃子になった。すごい。肉が入らん。あ、そうなんですね。あ、そっか、ないね。ニンニクの味しないですもん。過去一ダサいタワーは立つのでしょうか。もう、たくちゃん、ありがとう。帽子買ってるのが偉いな。俺も買おうかな、バサで。いや、めちゃくちゃ暑いけど、結局やめちゃった。あそこにワイン入れてもいいの？ダメでしょ。湿度がない。寒いね、ここ。除湿はしてくれる。窓開いてるから。でも手まくってますから。腕まくってますから。カラペーのソースだ。それで、すごい。まるーちゃん、10キロありがとうございます。純正が一番くれます。タッキーズの曲ってなんか権利とか何もないですよね、別に。でも、あ、著作権、うん、今のところは何もついてないです、ね。ついてない。登録じゃあ使えますね。使えます。じゃあ使える。じゃあ使えるってよかった。今聞いてみた。権利あったらね、なんか使えないとかあるから。ジャスラックに登録してると。あ、そうそうそう。それ言われてたんで、そういえばしてないと思いますって言ったんで、今確認しました。謎部屋会社キラを届けてありがとう。山くん。今確認したら OK。どの曲にしたいですかね。お天気だもんな。お天気レギュラー番組テーマ曲。お天気レギュラー番組なんで自分のはそのままもう山田電機。これどんぐらい流してもらえるんだろう、期間的には。で別のやつ、何のお天気番組なん、何のチャンネル。あんまりないですけど、一応あれ東日本放送日常派テレビ。そう最悪爆発しちゃう。 KHB ウェザーこれ、なんちゃらテレビの最後、終わりかけに流れる。わかんないです。あ、でもそんな感じかな。テレビの人いっぱいいるから聞けば。テレビの人、あの東日本放送。もえりぴょんちゃん、ハートありがとう。東日本放送します。あ、下げてください。北日本放送がある曲、東日本放送があるんですか。あるか、東日本放送。そうなんです。これ、あ、宮城県。ああ、仙台テレ朝です。UX です。あ、なるほど。新潟で UX。こっちも来る。天気予報の。天気予報はね、来ないですね。宮城県。宮城県の方にじゃあ伝わる。
三重県から落ちちゃう落ちちゃう見てくれてる。え？え？違う。宮城県のいろんなとこから見てもらってます。インドネシアとか。インドから？インドネシアの方、あのジャカルタがさんが放送してジャカルタ48がいるからめっちゃ見てくれるんです。すごい。ありがとうございます。え、ジャカルタ。じゃあ、ジャカルタの挨拶しましょう。何て言うの？ジャカルタの挨拶。ジャカルタの挨拶はね、何だったっけな。クリマカシじゃなくて、クリマカシはありがとうございましたから。そう、スラマッパギ。スラマッサラムとかね。スラマッパギとか。クリマカシとかが挨拶。挨拶でありがとう。まだいっぱい食べれない。詳しい。まあいっぱい来るから、単語だけ覚えるみたいな。単語だけ覚える。簡単な挨拶。スラマッパギーなんてそれこそ日常の日常っていうアニメで出てましたよ。私それで覚えました。ポピちゃんとオリゼちゃんもご自宅様です。ありがとうございます。ありがとう。テレマカシ。テレマカシでしょ。テレマカシ。ありがとう。エリピョンちゃん流れ星もありがとう。みんなありがとうございます。もやしでも最近めっちゃ寒いね。なんかもやし屋のなんかあえるソースが売っててもやし屋さんのって神奈川のあれもあれかける。全然まだまだ時間あるわ。もやしを20分間入れてフレッシュにかけて食べるともう一袋全然食べれる。なんか最近あの大量もやしパックみたいな1キロね、それ買ってきて、アイソニャンちゃんありがとう。キラキラお星様ありがとうございます。みんなありがとう。Thank you。 高幸さん100キラありがとうございます。みんなありがとう。うんうん。冷麺のスープのちょっと薄め。わかる。ちょっと酸味あるんですけど、ちょっと薄くなって。ゆかくさん舐めるわ。乾燥させちゃいけないからの方。今乾燥させたら死んでしまうので。そう、この場で飲んでいられるの、飲まないでいられるのすごいでしょ。偉いでしょ。だから、ダッサイタワーください。ダッサイタワーお持ちしてます。それは関係ねえよってね、知ってます。タイタニックの氷が…もう急にやんちゃう。ありがとう。この曲わかんない。タイタニック見ました。見たけど、この曲は覚えてる。そう、意外と記憶なかった。これタイタニック海猿っぽいよ。あ、海猿だ。海猿何回目の海猿？あ、海猿か、それかコードブルーか。コードブルーかも。どっちか。まあ、言われればっぽい。そう。言われればっぽい。ですよね。ほら、そういうなんか救出系のやつだと思うんだよな。コードブルーっぽい。最近やってた。すごい、記憶力の塊なんで、こういうのだけ。最近やってんのあれだよ。アブデカ。アブデカ。アブデカね。あ、でも見たいんだよ。でもそう、見てみたいと思って。見たいんだよね。シティハンター見てないですか、シティハンター。あ、かっこいい。鈴木亮平ね。かっこいい。かっこいいね、ホムラ。かわいい。反応がかわいい。みんな。アブデカ見た。アブデカ映画。あ、これ絶対コードブルーだ。このアブデカのやつ見ました。何ですか。あ、映画見てない。見た。
面白い。もう泣きました。最初から最後飲みたいね。私はみんなと飲みたい。ここの配信に来ているみんなと、このメンバーじゃなくて、このメンバーじゃなくて、ここのお家で乾杯する方が好き。お家でみんなと KP する方が結構好きかも。自由だし、煮込んだ鍋です。だからみんなもこの映画を見て煮込まれてください。まだはみんなああって。あれ、僕は知らないと。ナオトさん、これだけ置いてったでも笛だけ。この今日買った笛、なかなか500円の。抱きしめられるシーンとかもあって、ちゃんと抱きしめられてました。そう、そうなのよ。でも新潟が舞台になってるよね。考えたらちょっと待って。泣ける。閉めていいですか？泣けるとすごい泣く。すごい泣き方するから。2秒でベロベロになってやる。2秒でベロベロは何を飲むのテキーラですか？感じ性が。何見ても泣く。何見てる？私も3倍ぐらい泣いてる。今日北ちゃんが初めましたね。あ、え？この公園で？公園が。そうなの？はい。かっちゃんおつたき様です。みんなおつたき様。見てないよ。はい。何かをもらってきて。不遇だね。で、メンタル大変だね。うん。で、今日、ちゃんが出て、もう出てきた瞬間に涙が。どこ行ったんだろう、ナオトさん。ナオトさん消えたよ。はい。ナオトさん消えちゃった。なるほどね。すごいなと思った。どこ行ったん？それはすごいね。ハルちゃんと巻き込んで。じゃあ、ハルチューか。チューですよ、チューコール。ハルチューコール。すごい素人か。ナオトザワールドがいなくなってしまいました。目の前にいた。そうだ、みんななんか不安そうに見てる。あ、来ました。ピカちゃんも1回も出たら、もう6月は。ね、お腹いっぱいですね。ごちそうさまでした。美味しかった。確かにそんな感じだ。すごい美味しかった。最近なんか、カリちゃんがすごく暴れるんだ。パンツが見える。ところまで使うと、上がって。今日も2カ所とかもしてて。ミサさん、あーっつって。だから。見た目痛いですか？ミサさん、スイッチングだよ。もう一回やったら緊張する。もう一回ですね、お二回やったら。たまにオタッキーズもお二回しますか？オタッキーズもお二回しますか？オフ会ってどうなの？ファンと交流する。おー、面白そうです。ファンが増えたんです。ここで発表がありますと。ドリンクもらそうだですね。追加はご覧してますか？大丈夫です。大丈夫です。はい、ありがとうございます。ごちそうさまです。聞いてないの？ドリンクラストだって。早いよね、やっぱ新潟って。こんな平日でこの時間帯でラストだったら遅いか。いやー、びっくりした。水沢さん、結構強く言ってるんで。村上まで帰るんですか？そうだよ。あっちゃん超ハードなんですよ。ハード。あの寝るのはいつも5時とか4時。そうですよね。だってわけわかんないとき LINE 来ますもん。そうそうそう。あの、わわ言うから。平均睡眠時間何時間ですか？でもその回、朝10分寝る。10時とか11時起きる。それでも早くないですか？5時とか6時とか5時間。まあでもそんなもんですね。5時間よ、5時間ぐらいで。あ、それがあるんだ。もう起きちゃう。なんでやってないのみたいな感じ。めっちゃ寝ますね。めっちゃ寝ます。
自分は7時間別にいたいし、あっちゃんの時は何もなくて、私も5時間ぐらいでいいな、そのままでいいです、そのまま行っちゃうんで、羨ましい、起きちゃう、もう5時間ぐらいだとちょっとなんかだるいみたいな、まだないですよね、僕は早くその睡眠足りなくて、ない昔からそう、若い時から疲れるんですよね、若い時からもう寝ないと疲れてくると、あ、そう、あと体質ですよ、そう、いや、そうじゃない、どういうことなんて全然わかんない、そういうこと言うの、羨ましい、いや、そこはさ、ツーショットでしょ、いや、そこはツーショットでしょ、いいね、もいもいさんの声が聞こえる、微妙に遠くからのささやきボイス、お邪魔してます、オタッキーズでいます、よろしゅう、もう決まりもんで見せるならごめんなさいって分かるんですけど、なんかもう本当に元気を応援に対応できないんですか、タッキーザほのぼのとやっておきます結構だってせかせかしてる人いないっすね、いないかもね、それがいいことかなって思う、ちょうどいい、ちょうどいい、足取りがお互いさんのふわふわしてる、ピリピリしてる人もいない、ピリもいない、壊しますよね、でも俺の最終で多分これ超平和、超絶平和主義、てか俺が乗ったお子さんの中で台が強い人もいないから、なんかちょっと高くしちゃったんですよ、で僕は一回そのお子さんの台が行った時に、違うんですよ、昼がいいとかはない、結構硬かった台が、夜ちょっとウキウキしてるんで、肩もへこんで、意見してくれるアドバイスっていうか、なんかこうした方がいいんじゃないですかとはあるから、いいかなって、なんか、ね、全体として大きな流れでそっちの方向に行ってればそれでいいかな、多分ね、細かい流れの動きは別に終わりやすい、バシバシ動きの流れとしてたけど、そっちに、でも結構ハラペーニョっていう歌を作れたってなんでよ、うまいですね、うまいからね、ハラペーニョうまい、そうそう、トマトの歌、トマトの歌作るって、ゆうささんも知っちゃう、私がいやいや歌えばいい、いやいや、はいはいはい、トマトいやいや、世界で一番嫌いなやつではないですか、本当に世界で一番嫌いだから世界で一番嫌いな歌っていう、うん、っていう歌がトマトへの歌で、トマト農家の前にトマト農家を全否定する歌、無理だったらやらなくていいですよ全否定する歌、いやいや無理なんじゃなくて、真っ赤なあいつは私の敵だっつって、ダイがガクってなってそのままグイってカメラが曲がったんですよ、あっちゃんそれ見てて、トマトね、お父さん大丈夫ですか、マシコで、あっちゃんが弱いって見てて、よれって見えたから、あ、やばいっすね、急にドリカム、なんかずっと BGM みたいなのだった、なんか挿入曲みたいなドラマ挿入歌みたいな、トマト嫌いなくせにピザ食べるとか言う、でもピザもピザ食べるよ、でも照り焼きチキンとかのピザしか食べない、本当にトマトソース嫌い、あのチーズのあるじゃないですか、チーズと蜂蜜のやつ、ああいうのは食べれる、そうそう、トマトはマルゲリタと食べれない、サンダさんこんにちは、これから読んでも下から読んでもトマト、新聞紙みたいな、どうですか、急に、こんにちは、キュウリアオシスラマッパギースラマッパギー、今日はゆっくり、今日からのゆっくり喉を休めます、絶対トータルうまくいく、ネガティブワードはうまい方向に回転してる、絶対良くないです。でも、まあ、言っちゃうタイプなの。
歌っちゃうよね、ドリカムなんて流れたら。ドリカムなんて流されたら歌っちゃうよ、やめてくれよ。声死んじゃうって。ピカさん、キュリアウス、こんばんは。ドリカムなんて流されたら歌うに決まってんじゃん。やめてくれよ。やめてよ。お願いだよ、やめてくれよ。歌ってしまうよ。やめてくれ。喉死んでんだ、こっちは。今日でも使ったんだ、喉チンコ飛んでったんだよ。今日で喉チンコ死にました。飛んできました、喉チンコ。ふふふって喉チンコ今日飛んでった。探さないとガルベストで。皆さん、バンダイグリルガルベストに来てユリアちゃんの喉チンコ探してください。そう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 、みんな答えで目がでかくて、サラサラストレートじゃん。どうやって、どうやって、そうそうそう。じゃあ最初ね、めっちゃわかんないですよ、同じ気持ちですよ。だって、例えば同じクラスだったら、ね、こういう人もいるし、こういう人もいるし、現場もいるから、ね、わかるじゃないですか。でもみんな、バンされないでね。そうそう、みんなね、90点のファイブしてるわけです。ステージ上がったら、それを。同じ空気ですよ。まだ帰んないかな。もう覚えてるって。もう撮っていくと分かるんです。やっぱ最初はもうみんな一緒ですよ。でもやっぱ撮らないと分かる。撮ると覚える。みんな同じ顔に見えるよね。見える見える、めっちゃ見えます。マスク、あれ、こうちゃんが、あっちゃんが入るのに、そうだから、それが3回目だと思ったんですけど、24の感じで、早く喉直したいんでね。普通のパン狙ってるわけじゃん、分かってる。いや、分かんないよ。ハチはあえて、ハチバンされるとすごい羨ましがられてるからおもろいんだよね。全然羨ましくないのにね、ハチからしてみると。一日コメントできないもん。ハチさんすごいですね、みたいな。ハチさんすごいですね。それがどっちの人なの？ 1 なのか3なのか分かんない。調べてるから、ああ今切ってるから引いてる時に、噂に引いてって言うと無理だって言う。ああなるほど。ピアス、かわいい。トリカムやめてもらう。そもそも大滝さんが人のせいにすんなよ、本当に。私は悪くないって。その時に、でも喋れる。悪くない。インカムと、バックの時は喋れない。今ちょっと頭痛があります。なので薬を飲みたい。車の中に薬があるから薬を飲みたいんですよ、今。ちょっと頭がギューってなってる。お客さんこの距離です。まとなりです。カメラ撮ったら、カメラで一番高いから、三脚がこう、ここで人が。この間、パンを送りに来てたんで、花道に、よし。体調ね、もう崩したくないからね。耳を手のひらで温めてグリグリ回して。こういうこと？認知されて、あと、中もずっとやってます。
大事にしてありがとう、エリピョンさん。優しい。大丈夫だよ。グリグリするといいらしい。エリピョンハート、ありがとう。でも分かると思う。ちょっと20分配信できる。でもえり道かな、高いお茶とか飲むの。明日は12時とバイトがあるんで、またこんなぐらいの時間かな。23時明日からまたバイトに参加します。バイトの人もびっくりだよね、まだ声治ってないのって。治んないかも。召喚曲はね、優しいんですよ。お母さんみたい。お母さんだよ。ハチはエロ。
あと10分ぐらい。ライオンキングぐらい。そうそうそう。ライブで聞こえないんですね。待ってね。本当に？十分。うわし。ニュースステーションですよね。早めに終わろっか。ちょっと。全然。早めに終わりますね。今日じゃあ。ちょっと10分前ですが終わります。あ、昔のやつ。なんかこの昔のやつがなんかすげえいいっすよ。ユースタイから男女発表します。ユースタイン、トンピーマンちゃん、ありがとうございます。ジュニモンコンちゃん、ありがとうございます。ジッチ箱押し、ありがとうございます。ジュイソニャンちゃん、ありがとうございます。キモッチ、ありがとうございます。チオリゼちゃん、ありがとうございます。ナナイデンデンちゃん、ありがとうございます。クイドラミ、ありがとうございます。モイタクちゃん、ありがとうございます。4位アミュさん、ありがとうございます。3位グリーンウェルちゃん、ありがとうございます。メンピンサクちゃん。そして1位がどこ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 じゃーん。8位、ありがとう。皆さんありがとうございます。早めですが終わろうかなと思います。ごめんね、あと10分あるんですけど。いやでも 家だと目がないです。あれでもたまに現場に普通にありがとうございます。めちゃくちゃ早い時だけ。たきさまでした。ありがとうございます。気をつけて帰ります。みんな今日もありがとう。また12時お昼にお会いしましょう。おつたきさまでした。目までしなく見えないくらい。でもありがとう。みんなありがとうございます。おちゅう、おちゅう姫、おつたき番長ちゃん、あっちちゃんもありがとう。かりひめもありがとう。